オースチン8は小型乗用車。1939年に発表され、第二次世界大戦中まで生産された。戦時中のオースチン8の多くは軍部及び政府向けの2座ツアラーで、あるが一部サルーンも生産された。戦後は1945年から1947年まで生産されている。1930年代後半までにオースチンのビッグセラーである。 オースチン7も販売が落ち込み、1938年には 900cc ビッグ7が追加されたが落ち込んだ需要を埋めることはできなかった。エンジンは大きくなっていたがサスペンションとハンドリングは1920年代当初と変わらなかった。スタイルと設計が見直されたのは1937年頃、ケンブリッジ10とも呼ばれたオースチン 10HP からで、 これは流線型スタイルとなったが、レナードロードが来たことによる激震であり、8馬力の自動車開発に葉っぱがかけられたからであった。新型車は1939年2月にディーラーにお目見えし、900cc4 気筒サイドバルブエンジンではビッグ7から流用されたものだったが、圧縮比は6.5、1に高められた。シャーシは新開発されている。 ユニタリーコンストラクションとしては道半ばだったがメインメンバーは圧延された中鉄製のフロアパンにボックスセクションが両サイドにさらに3つがフロアを横断するように溶接されたものだったこの構造物にボディはボルト締めされたサスペンションはハンダエンリーフスプリングで油圧ダンパーがついた2ドアまたは4ドアのサルーンボディ2座4座ツアラがあり戦前に 約2万台が生産された。1945年の生産再開時には4、ドアサルーンのみだった。ありがとうございます。